バウンド、ライトは動きません。どこまで行くのか、ボールが消えました。場外アーチが出ました。松井8試合ぶり、どでかいどでかい第22号アーチ。強烈な打球だ、夜空に舞い上がった打球はゴール際、右か左か、左入ったホームラン、マッチポイントホームラン、梶谷に生まれました今シーズン第8号。港の奇跡、一振りの奇跡が鳴る。カットボール、ライトへ運んだ、大きな当たりになった、ライトは見上げるだけだ、場外に消えた、驚愕の一発、今シーズン第3号、まさに規格外、横浜スタジアム。ここはどう抑えてくるか、桑原。インサイドに打った、捉えた捉えた、場内も熱狂だ、逆転のスリーラン出ましたかね、今完璧に捉えました、逆転のスリーラン、ドラゴンズあっという間。センター場外出ちゃう、場外に消えます。村上52号同点ソローラン、1対1、あっという間に追いつきました。これぞブランドです。ただ彼らってアドレナリンの出方ってすごいじゃないですか、はい、快音を残してレフト方向、これは黄色いボールの右場外か、大きな当たり、王新の見事なツーランホームラン、オープン戦は4本のホームラン、そして3ヶ月経ってオースティンの力、これは大きいぞ、どうでしょう、上段に入りました。いや、ライトに上がった大きな当たり、完璧ですね、持っていました。この当たり見事に持っていきました。接したいという話でした。ライトに上がった、これはもう場外からすごい当たりが出ました。場外への先制ホームラン、なんということだ、場外
今シーズンの第18号のホームランは、これはどこまで飛んでいったでしょうか。これも行